笑大仙不闹，我们来。终于要十分钟左右结束战局了，他来了，国服小守约。咋了？畏惧了？但无虚发。我真的是服了呀，我有一种不祥的预感。小问题，兄弟们，如果国服守约就因为被拿了一血就玩不明白了，那还玩个屁。六六六六，一点点意外，问题不大。这次对手是个偷心贼。0-3而已，问题依旧不大。哎！完了！哎呦，这不应该瞄这一枪的，憨了呀！我一代峡谷狙神，今天要陨落了吗？本当にいい月だ。うん、しょうがないから、俺が代わりになってやるよ。ん？じいさんは大人だからもう無理だけど、俺なら大丈夫だろ。任せろって。じいさんの夢は。それで誰も泣かずに済むのなら。So kill. Rampage, 不要拿前期当永久发挥，他永远就是很稳定。有话说。是不是国服守约？ひどい話だ。古い鏡を見せられている。こういう男がいたのだったな。虎牙688，每晚7:30，咱们不见不散。